はい、ムです。こんにちは、どうどうも。はい、2021年も残りわずかですね。はい、恒例の行く年来る年企画、はい、今年の重大ニュース動画、これ第3弾です。はい、第1弾はあのディズニーリゾートの重大ニュースで、第2弾はですね、ディズニー夢チャンネル、はい、僕のこの個人的なこのチャンネル運営の重大ニュース。今回はですね、ディズニー夢チャンネル行く年来る年2021年印象に残った食レポ動画ベスト10です。はい、こういうのあります。はい、食レポをですね、ありがたいことにですね、このディズニー夢チャンネルかなり好評のコンテンツでして、で2021年ですね、これ食べてみた動画、これ振り返ったらですね、なんと104本ありました。マジか。1年間で食レポ100本。いや、これ割れながらすげえ数字だな、これ。でですね、2021年約100本の食レポ動画を上げて、でね、悩んだんですけども、印象に残った、はい、あの食レポ動画10本選びました。でこれですね、美味しかった味、あとこのインパクト、あと話題性、あと印象に残った、はい、この辺を加味してですね、独自ランキングにしました。なので美味しかったのはもちろんですけども、それに加えてですね、話題性とかもろもろ加味してランキングしました。いや、これ悩んだけど、まあちょっと選びましたよ。はい、じゃあですね、2021年のこの今年のですね、はい、食レポベスト10、じゃあ発表したいと思います。はい、いきます。第10位はこちら、ドドン。はい、レストランさくらの本日の魚料理サワラ。はい、こちら第10位ですね。これはですね、2021年の3月にアップしてますね。はい、このね、レストランさくらのこのサワラ、これは美味しかったですね。でこれですね、サワラ美味しかったんですけども、サワラと一緒にですね、すごい、ね、大きなね、美味しい大根の煮物がついてて、でその大根の煮物にですね、これとろろが乗ってんですよね。でこの大根とか、あとこのミニタケノコとかね、その辺をサワラと一緒にね、これ食べるとめちゃくちゃ美味しかったんですよね。でこの大根とこのとろろ、これがですね、あの公式ブログにですね、こちらのメニューを考案したシェフの方のね、インタビューが載ってて、でそれも印象的でしたね。でその方がですね、まだこの修行してる時にね、なんかまかないのなんかね、こういうのがあったんで、それをヒントにメニューにしましたとかね、そういうあのインタビューもこれあの覚えてます。いや、これは良かったな。そのシェフのインタビューも良かったですね。なんかですね、ちゃんとこうやってね、一つ一つこのね、あの考えて作ってるんだよってのが伝わってきて、すごいインタビュー良かったし、ね、このサワラも美味しかったですね。でこの動画のサムネイルもね、絶対食べるべきなんていう風にね、こういうサムネイルにしてますね。はい、これ美味しかったですね。ね、さくらはね、魚美味しいのでね、やっぱ春とか冬とかね、魚美味しいんでおすすめです。はい、こちら10位ですね。はい、続いて2021年印象に残った食レポ第9位いきます。第9位はこちら、ドドン。はい、こちらね、貞治青木コラボメニューのクロワッサン。はい、こちらを9位にしました。これはですね、動画はですね、貞治青木コラボメニュー6品全制覇っていう風にしてますね。で2021年の4月にアップしてます。これはですね、貞治青木、これはね、ちょっと僕不勉強でこれ知らなかったんですけども、すごいなんかパリで有名なこの日本人パティシエさんのメニューで、すごいやっぱ有名店らしいですね。でこのですね、デザート、はい、これがですね、今年の4月かな、このね、パークの方に登場したんですけども、一番美味しかったのがこのクロワッサンですね。このクロワッサンが一番美味しかった。これおすすめですね。うん、で他のメニューもね、まあ美味しいんですけども、ちょっとですね、僕の口に合わないというか、甘すぎるなんですよね。めっちゃこってりしてて、ちょっとこれは甘すぎっていう感じで、ちょっとなかなかね、好みはなかったんですけども、このチョコレートクロワッサンは別格で、これほんと美味しかったですね。これね、今でもおやつで時々食べてるぐらいなんですよね。これはね、なんか来年3月で消えてしまうらしいんですけども、これはレギュラーで残してほしいなっていうぐらい気に入ってます。あと見た目も可愛いしね。
はい、なのでこちら貞治青木はやっぱランキング入れたいなと思いました。でその中でも一番好きなのがこのクロワッサンなので、はい、これを9位にしました。はい、ディズニー夢チャンネル2021年印象に残った食レポ、はい、続いて第8位いきます。第8位はこちら、ドドーン、はい、ディズニーランドキャンプウッドチャックキッチンのローストビーフの冷やし麺、はい、こちらを第8位にしました。これはですね、2021年の7月にアップしてますね。はい、サムネイルもね、美味しい予想外のうまさって、はい、そういうサムネイルにしてます。はい、これはですね、今年の夏この冷やしラーメン系っていうんですか、冷やし麺系、いわゆる冷たい麺ですね、冷たい麺がですね、これ何店舗か発売になったんですけども、これランドンシーもね、これ冷たい麺結構いろんなレストラン出てますよね。でその中でですね、今年このキャンプウッドチャックキッチンでこのローストビーフの冷やし麺というのがありました。でこれね、キャンプウッドチャックキッチンでこの冷やし麺はですね、去年もあったんですよね。で今年もあったんですけども、で去年はね、塩味だったんですよね。で塩味の冷やし麺ということで、ちょっと僕的にはですね、可もなく不可もなくって感じだったんですけども、これはですね、今年このね、2021年のこのキャンプとジャックキッチンの冷やし麺、これがですね、本当にですね、王道のちょっとあの酸っぱい、醤油の酸っぱいあの冷やし中華のあの味がして、これは本当にね、予想外の美味しさでしたね。で具もね、ローストビーフだし、はい、これですね、ランドのですね、ラーメン専門店のチャイナボイチャーのね、この冷やし麺と、これね、互角に勝負できるぐらいのこれ美味しい冷やし麺がこれ食べられました。いやー、これウッドチャックキッチンのこんな美味しいね、冷やし麺が食べれるなんてね、これチャイナボイチャー行かなくてもええやんけっていう風にね、これ思いましたね。これほんと美味しかった。来年もこの味でこれ食べたいですね。はい、なのでね、もしこれ来年もこれあったら、ぜひこれ食べてみてください。はい、こちら8位にしました。はい、2021年ディズニー夢チャンネル印象に残った食レポ、はい、続いて第7位いきます。はい、第7位はこちら、ドドーン、はい、東京ディズニーランドのレストラン北斎のロースカツ膳ですね。はい、こちらはですね、これ動画のサムネイルもこれすごいですね、社長おすすめなんやねんって感じですよねまずですね、どんなメニューかというと、まずですね、わらじみたいな超でっかいこれロースカツで、でこれですね、ソースが3種類なんですよね。普通のウスターソース、中濃ソースと、僕が大好きな名古屋風の味噌だれと、あともう一個なんか柚子味噌かな、ちょっとピリッと辛いね、そういう味噌だれがあって、3種類のこのね、タレで食べるっていうね、こういうカツがこれ今年の夏に出ました。いや、これは本当美味しいんですよ。もともとね、僕がまずとんかつ好きっていうのもあってね、でかつですね、このロースカツがね、なんかほんと大きいんですよ。ドーンと大きくって、でこの味噌だれがですね、本当にもう名古屋風のあの味噌の味がするんですよね。でこれまでね、パークの方ではね、とんかつロースカツあったんですけども、普通のウスターソースだけだったんですよね。とんかつソース、中濃ソースね。いやー、これがね、味噌カツがまさかね、パークで食べれると思わなかったね。いやー、これはいい。でね、この付け合わせもですね、キャベツの千切りではなくって、なぜかレタスのサラダなんですよね。いやでもね、僕もサラダも好きなんで全然問題なしです。でこの社長おすすめって、これなんやねんって感じなんですけども、これはですね、今年の6月かなにですね、このオリエンタルランドのね、この社長が新しくなったんですけども、新しく就任して、でこの社長はですね、なんかこれね、フード部門出身の方らしいんですよね。ですごいなんかフードに自信を持ってて、かつなんか詳しいみたいで、でなんかね、今年のですね、決算の発表会かな、その時にですね、記者に囲まれた時にですね、このディズニーパークのとんかつめちゃくちゃおすすめなんで、皆さん食べてみてくださいっていう風にね、なんか記者にね、おすすめしてたらしいんですよね確かにですね、これすごいです。本当にね、わらじみたいなね、大きなロースカツがドーンと出てきて、ね、これ揚げたてで本当にこれサクサクで美味しいんですよね。はい、なのでこちら7位にしました。これおすすめです。はい、これね、レギュラーメニューですので、いつ行っても食べられます。おすすめです。はい、2021年ディズニー夢チャンネル印象に残った食レポ、はい、第6位いきますね。第6位はこちら、
ドドーン、はい、ランドのプラズマレイズダイナーの牛カルビクッパですね。はい、こちらが6位です。いや、これも美味しかったね。これはね、もう普通に美味しかった。これはいい。でね、食レポ、これ2021年の11月ですので、まだこれ先月揚げたばっかりですね。これ今年の冬に登場した新メニューなんですけども、これは美味しかった。去年もね、なんかベイマックスモチーフにしたこのカルビクッパあったんですけども、このベイマックスモチーフが外れたんですよね。でこれね、すき焼きみたいな甘いそういう風味 でこれね、牛カルビのクオリティも上がってるような感じがしました。で卵が入ってて、でね、このお餅も入ってるんですよね。ね、これ具沢山で、本当にこれ甘くて、本当にね、雑炊なんですけども、これ本当美味しかったですね。冬限定メニューですので、これ今これ食べられますんで、これぜひ食べてみてください。いや、これは本当美味しかったですね。はい、サムネイルもね、リピート確定なんていう風に書いてますよね。これ本当美味しいんでおすすめです。はい、2021年ディズニーメチャンネル印象に残った食レポ、はい、じゃあ第5位いきますね。第5位はこちら、ドドーン。はい、こちらランドのですね、イーストサイドカフェのカルボナーラですね。はい、これね、2021年の10月ですね。はい、ちょうどこれ仮装の時期でしたので、これ仮装インパークしてガストンでこれ食レポしてますね。これはこれはですね、イーストサイドカフェのこれ定番メニューでカルボナーラってあるんですけども、これがですね、新しくなったんですよね。でね、これ新しくなった定番メニューはですね、これの大きななんかね、ドーンとね、肉団子が乗ったあのパスタと、あとこのカルボナーラがね、メニューが2つ変わったんですけども、これやっぱ見た目のインパクトはね、大きな肉団子が乗ってるやつね、これ選びがちなんですけども、いや、これですね、この定番のこのカルボナーラ、やっぱこれですよ。これほんと美味しかったですね。これね、オーダーするとですね、これカルボナーラにですね、なんかソースのようなものがドンって一緒に出されて、なんかね、4種のチーズを混ぜた特別なね、オリジナルのチーズソースっていうのがあって、それをね、後掛けするとですね、より濃厚になるんですよね。これは美味しかったですね。もともとですね、イーストサイドカフェのカルボナーラはもともと美味しいんですけども、これね、この後からこのチーズをかけることによって、より濃厚な味になりましたね。でですね、これちょっと胡椒がちょっとね、強めに効いてて、ちょっと辛いんですよね。で大人味になってますね、これは。でこれはね、ちょっと僕の深読みというか邪推かもしれませんけども、おそらくイーストサイドカフェでこれアルコールが解禁に、ね、なったので、もしかしたらアルコールをね、いっぱい飲ませるように味を辛めにしてるのかもしれないですね。なので大人味って感じです。これはね、もともと僕ね、カルボナーラはね、黒胡椒あの追加でいっぱいかけるんで、これは本当にあのいい味になりましたね。めちゃくちゃ僕好みの味になってくれて、めっちゃ嬉しいです。はい、なのでこれ5位にしました。はい、ディズニーメチャンネル2021年印象に残った食レポ、じゃあ第4位いきますね。第4位こちらです。ドドーン。はい、東京ディズニーランドプラズマレイズダイナーの冷やしうどん、かっこすき焼きと卵ですね。いや、これは美味しかったですね。もうサムネイルもこれは美味しいっていう風に書いてますね。これはね、今年の夏メニューですね。さっきね、ウッドチャックの冷やし麺も紹介しましたけども、これ今年はですね、冷やし麺当たり年で美味しかったですね。はい、僕はですね、花丸うどんとかの普通のザルうどんとかね、ぶっかけうどん大好きで結構食べてるんですけども、この冷やしうどんはですね、もっちもちで、すごいこのうどんに弾力があって、でこの味もですね、この本当にね、花丸に迫るぐらい、うどん専門店に迫るぐらい濃い、本当にね、和の味がして、この冷たいすき焼きだれっていうんですかね、いや、これは美味しかったね。でこれをね、牛カルビが乗ってて、で具もですね、このオクラとかね、このベイマックスのこのなんかお団子みたいな餅とかですね、あとこのレタスとかも入ってて、あとスクランブルエッグも入ってて、これは本当に美味しかったですね。確かこれリピートした覚えがありますね。はい、本当にね、花丸みたいなうどん専門店に迫るぐらいの本当にこれ美味しさでした。あとはね、本当にね、キンキンに冷えてね、この熱いね、このパークでね、
このエアコンの効いたところに、あー涼しいってね、こういうレストラン入れて、でさらにこのねキンキンに冷えたうどんがね本当に美味しかったですね。これもおすすめでした。来年もこれ同じ味だっていいんだけどもね。はい、なのでね、プラズマレイズダイナー、これ2つランクインですね。はい、プラズマレイズダイナーは美味しいのでね、はい、2つランクインしました。はい、ディズニーチャンネル2021年印象に残った食レポ、じゃあ第3位いきますね。はい、第3位はこちらです。ドドーン、はい、レストラン北斎のうな丼です。はい、うな丼ね、もうこれ、はい、サムネイル見てください。昇天するとか言ってちょっと狙いました。これはいやー、これね、北斎のうな丼、うな丼はですね、これパークの歴史の中でもこれは初めてだったと思います。でね、これうなぎがダブルで乗ってるんですよね。でね、うなぎダブルってこれほんと高くて、普通にですね、これすき家とかね、吉野家とか松屋行ってもうなぎダブルって確かこれ1000円超えなんですよね。ですごい高いんですけども、北斎のこのねうな丼もですね、これ確かこれいくらだったかな、3200円だでね、なんですけども、とろろが乗ったり小鉢があったり茶虫があったりですね、いろいろとついてきたので、こんだけついてうなぎダブルで3200円だったら、まあ妥当かなっていう感じですね。で、まあこれうなぎのね、このかば焼き、うなぎをね、この北斎のね厨房で本当に焼いてるとは思えないので、まあおそらくまあすき家みたいなシステムでね出してるんだと思うんですけども、いやでもこれですね、どういう入手ルートでね作ってるのか分かりませんけど、いや美味しかったですよこれ。なかなかね、美味しいうなぎの調達とかね、よく販路を持ってるなと思って、これ感心しましたね。いやこれはね、パークでこんなね、あの大きなうなぎでね、かつ美味しいうなぎがね食べれるなんてね、いや本当これ贅沢だなっていうかね、大したもんだなっていうか、へーっと普通に思いましたね。はい、なのでこれすっごい印象に残ってるので、これは3位にしました。これ3200円、これ来年もやってほしいですね。めっちゃ期待してます。よろしくお願いします。これはね、今年の7月にアップしましたね。はい、これも美味しかったです。これが3位ね。はい、2021年ディズニー夢チャンネル印象に残った食レポ、じゃあいよいよ第2位です。じゃあ第2位はこちら、ドドーン。はい、ランドのポリネシアンテラスのビーフステーキ、はい、こちらが2位ですね。これはですね、今年の11月の食レポですね。いやこれはですね、もうサムネイル見てくださいよ。これもうこれね、黄金でうまいですよ。これはもう、もう煉獄さんばりにうまい。いやこれはすごかったね。これキッコーマンだと思うんだけどこのね、レストランはキッコーマンだし、この味付けも絶対キッコーマンだと思うんですけども、これですね、すんごい甘辛いね、ご飯に合うこのビーフステーキがね乗ってて、これ本当にね、ご飯追加したいぐらいめちゃくちゃ美味しかったですね。でこのプレートですね、ビーフステーキ以外にもですね、これね、白身魚のフライとかね乗っててね、すごい食べ応えのある、はい、プレートでしたね。お値段2980円ね。でね、セサミジンジャーソースっていうね、そういうソースが使われてて、はい、独特の甘辛いソースが乗ってましたね。これは美味しかった。なのでめっちゃおすすめですね。これレギュラーメニューですよね。多分ね、普通にいつ行ってもこれ食べられますので、これほんと美味しかったんで、ぜひこれ食べてみてください。もうね、食いしん坊のね、お父さんとかお兄さんとか男性でしたらね、ペロッと完食できると思います。めっちゃおすすめです、これはもう。はい、2021年ディズニー夢チャンネル印象に残った食レポ、じゃあいよいよ第1位の発表です。第1位予想できてる方いたらすごい。これはね、でも、ね、もしかしたらと思った方いるかもしれませんね。はい、じゃあいよいよ1位の発表いきますよ。第1位はこちら、ドドーン。はい、 C のザンビーニのシュリンプとトマトの冷製パスタ、はい、こちらを1位にしました。いやこれはですね、もう本当にもう珍メニューですね。サムネイルもね、珍メニュー、これは点々点っていう風にして、これね、トマトのかき氷パスタなんですよね。いやこれはすごかった。あのね、僕もともとね、トマトのまずパスタがまず好きなんですね。で
冷たいパスタってすごい好きで、大抵ですね、あの普通のイタリアンのねパスタ専門店行くと、このね冷たいパスタってなんかこれね、トマトジュースがかかってるような、そういうね、あのトマトジュースで食べるようなパスタが多いんですね。で、僕トマトジュースも好きなんで、このねトマトの冷製パスタすごい大好きなんですよ。で、今回ねザンビーでね、このトマトの冷製パスタがね出るっていうことで、これはと思ってぜひと思って行ってみたら、なんとですね、このトマトソースがですね、シャクシャクなんかね歯ごたえがあって、でこれ聞いたらですね、トマトのかき氷を使ってるって言うんですよね。いや、これはすごいと思ったな。ザンビーニでよくこんなの出せるなと思って、普通のね、いらっしゃいませっていうね、テーブルサービスのメニューみたいな、そういうですね凝ったパスタが、これザンビーニでこれ今回提供されたんですよね。で、これがまたですね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。で、これサムネイルはですね、これわざとびっくりさせようと思って、これはっていう風に、どうなのっていう風に、美味しいんだかまずいんだかどうなのかって分かんないような、そういう謎めいたサムネイルにしてるんですけども、これ普通にねサムネイルで美味しい、これはおすすめとかやってしまうと、あ、美味しいんだ、おすすめなら食べてみようとなってね、これサムネだけ見てね、動画見てくれないと思って、それでどっちなのって気になるようなサムネイルにしてるんですけども、でこれはね美味しかったです。で、美味しいだけじゃなくって、このねトマトのかき氷を使ってるっていう、その意外性、このまさかの斜め上を行くこのメニューね、はい、このインパクト、はい、なのでこれ1位にしました。いや、これはすごかったですね。はい、なのでインパクト抜群っていうことで、これ1位にしました。はい、今年印象に残った食レポベスト10、いかがでしたでしょうか。まあ100本やったからね、他にも悩みました。例えばですね、レストランさくらのですね、サーロインステーキ丼、それに松茸土瓶蒸しとかですね、これも美味しかったし、で、チャイナボイジャーの冷やし麺もね、今年も美味しかった。あとはね、ユカタンのローストビーフのプレート、これも本当みんなにお勧めしたいんですよね。ローストビーフダブル、これ美味しかったな。あとはですね、これ本当に最後の最後まで悩んだんですけども、C のね、ドクサイドダイナーのカレー風味のチキンドリア、これも良かったですね。すんごい大きなチキンがねゴロンと入ってて、すんごい満腹になれるんですよね。これも悩んだんですけども、やっぱ他のメニューが良すぎたので、ちょっとこれはね圏外になってしまいました。すいません。あとはね、やっぱね C のさくらのね、平日昼限定のこのスペシャルデザートセット、これも良かったし、あとはですね、このニューヨークデリーね、ニューヨークデリーね、ちょっと僕はですね、相性がちょっとね、すごいちょっと あったり合わなかったりするんですけども、これね、フライドチキンサンド、これも美味しかったんですよね。これもね、ランクインさせてあげようかなと思ったんですけど、やっぱね、それ以上に紹介したいメニューがあったので、ちょっと泣く泣く圏外になってしまいました。すいません。あとはね、北斎の天丼ね、あの味噌だれの天丼、これも悩みました。あんなんですけども、なんかね和食とかね北斎とかえらい多くなってしまうので、この天丼はねちょっと泣く泣く、これもちょっとね圏外にさせてもらいました。天丼だったらロースカツとかね考えていくとね、やっぱロースカツかなと思ってね。はい、こんな感じでですね、もう本当はねもうちょっとねベスト10に入れたかったんですけども、この辺のメニューもね美味しかったです。はい、こんな感じで2021年ディズニーアニメチャンネルの、はい、印象に残った食レポベスト10でした。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、よかったら感想などぜひ残してください。はい、来年もね2022年もまたいっぱい食レポ動画上げていきますので、よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。